始まりました。飛び役チャンネル、私ビジは三岡店長です。よろしくお願いします。動画撮っとるわ、はい、それどころじゃないのよ私、ごめんね。何これ、何しますか。昨日急に氷がガーッ来たじゃん。そうなんです。動画はここへ差し込んでおきます。この気象の影響がどんなになってるかっていうのを緊急で今動画撮っております。ちょっと当たってたら、はい、全部傷品油化になっちゃうので、そうなんですね、一応その確認でちょっとだけ取ってきました、はい、うん、ちょっとヤバそうな上の方とか下のちょっとベッと出とるとこだけを、うん、大丈夫そうですね。ちょっとチェックするわ。かなり落ちてますね。うんうん、もうほんとこれうひょーって感じです。兄弟便利、はい。とりあえず当たりがなかったら、なんか怖いな、この辺の線が怖いな。あ、こんなんもうもろでしょ、チックショーやられたぞ。色も変わるよ、うん、これが氷が当たった後、ね、当たった後だと思うよ。うん、もうガンって来とるから、ね、ちょっと変色してますね。うん、結構大きめの音が降ったから昨日、ね、痛いなぁ、これは痛い。これは痛い、ね、A 品がこれで B 品になるもんね。ですです。この辺もね、ちっちゃい、あ、ちっちゃいが、うん、ね、これもそうじゃないかなって思う。もったいなぁ。これもでしょ、こう袋がこうかかっとって、こっからガツッと当てられとると思うよな。そうですね。あ、ショック、ちょっとショック、まああれだけ降りましたからね。こういった傷が出てくるわけですね。これ、このやられたやつ、やられたやつをこう裏向けとくから、はい、うん、後でこのこれとか A、B 分けるときにこれでチェックしてほしいんだけど、この辺がこうこの。あ、うん、やられた、変わってますもんね、うん、このやられたやつをここへ、うん、こんな感じでちょっと裏向けて置いとくので、はい、うん、これを B にして、はい、で残りは綺麗なのは A で抜けるから、はい、まあ、まあまあか、当然被害ゼロはもう無理だ、ね、あれだけ増えるとね、うんうん、思ったよりは少なかったのかなと思います、うん、はい、うん、まあ、何個かやられたなぁよかねかな、1割もやられてないと思うんで、うん、はい、なんとかちょっとお届けできると思います。で、さっきもう一度ね、前回のね動画で告知させてもらったんですけど、はい、これからね、東美白の出店の予定を最後ちょっとね、PR させていただきたいなと思います。まずですね、11月の3日に3日、はい、ね、地元赤い和紙の赤い和紙の祭、はい、出店させていただきます、はい、多分もう朝一番に10時からなので、はい、多分もう午前中には俺の予定では、ね、売り切れてくれるんじゃないかと思います、うん、あので、もう一件がね、同日のね11月3日なんですけどね、はい、でも昨年同様、はい、サービスエリアで、サービスエリアで、はい、下り線の方でですね、うん、こちらも東京のね、はい、即売会を、ね、させていただきます、はい、店長行きますんでね、はい、はい、店長とね売り子で、はい、ということでね、合わせて、はい、リアルの方させていただきました。お楽しみください。週末3連休はね、はい、はい、イベント盛りだくさんで、はい、はい、行きたいと思いますので、はい、それでね、簡単ですね、今回これぐらいで終わりたいと思います、はい、よろしくお願いします、はい、どうもご視聴ありがとうございました、はい、ありがとうございました。